やるしかないか。兄貴、何か分かりましたか？ああ、喜多方は2日後の昼12時から行われる雪祭りのオープニングセレモニーに来賓として出席するらしい。雪祭りか。なるほど。確かに地元の有力者である喜多方の親父ならありえそうですね。おそらくそれが喜多方に接触する唯一のチャンスや。ここで逃したら次のチャンス待っとる間に我らが警察に捕まってまう。でも居場所は分かったとしてどうやって話を聞き出すんですか？それこそ雪祭りの最中ですよね。結局俺たち近寄れないじゃないですか。まあ警備も行さんおるよな。それじゃどうやって来賓に変装して近づくとか。このガタイ目立ちすぎる。じゃあセレモニーが終わるのを待って話を聞くとか。その前に警察に捕まるんが関の山へ。それじゃあしゃあない。誘拐するしかないわな。誘拐？誘拐っていつ？そないなもん決まっとるやろ。護衛も手薄になるとき、つまりセレモニーの真っ最中へ。ちょっと何考えてるんですか。雪祭りは町内会の祭りじゃないんですよ。それこそ何万何十万って人間がテレビの向こうでセレモニーを見てるんです。そんな時に誘拐するなんてできるわけないじゃないですか。せやけどそれしか手ないやろ。これ以上時間かかったらどの道捕まって刑務所送りへ。それだけは避けなあかん。でもこうなったら誰も喜多方のこと見とらん隙狙うしかないな。例えば？ま、特に作戦はないけど。ああ、事務所に二人だけで勝ち込みかけるよりはマシかもしれませんけど。まあ親父も年ですし、老人一人誘拐するだけならなんとかなるとは思うんですが、やっぱり無理があるとしか。その喜多方という男のことやけど、えらい町の人間に好かれとるようやな。ええ、親父は三代目ですが、組自体は戦前から月見のをまとめてきた名跡です。地元住民たちとの関係も深く、この町じゃ親父を悪く言うやつなんていませんよ。まあ、以前東北のとある組が進出してきた時も組総出で町を守ったほどです。そうか、ほんま俺好みの男みたいやな、その喜多方チュンは。だからちょっと信じられないんですよね。その真島さんって人を喜多方の親父が殺すなんて。いや、責任感強い男やったら逆にありえる。噂に聞いとる通り、真島の兄弟が
北方組に対して東条会の傘下に入るよう強要したんやったら激しい抵抗があったはずや。でも俺の知ってる親父ならそんな状況でもきっと話し合いで解決したと思うんです。だからなんだか妙に引っかかって。まあほんまのとこどうなんか会うたらすぐわかることや。その雪祭りのセレモニーに潜り込むことにしよう。ですね。じゃあ明日は明るいうちに一度潜入のために下見をしておきましょう。ああ。おはようございます、兄貴。おう、具合はどないや。昨日よりだいぶいいみたいです。今日は俺もバッチリ働きますよ。よし。せやけど二人で行動するんは目立つ。下見は別々に行動しよう。わかりました。じゃあ一通り下見が終わったらここに戻って合流ということで。わかった。さあ皆さん、雪祭りならではの大技をお楽しみください。そっそっそっ、はい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 、
おいおい、いい気持ちで飲んでんだ、邪魔すんな。教育してやるよ。
れは。さあ皆さん、雪祭りならではの大技をお楽しみください。そっそっそっ、はい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 、しゃーない。すごい。これが悪かった、許してくれ。兄貴、遅かったですね。会場一通り見てきたけど、警備相当やな。あれは近づくんも一苦労やで。それだけじゃないっすよ。仮に誘拐がうまくいったとしても、当然追手が来るでしょうし、警察も動き出すはずです。問題は山積みですよ。無茶は承知の上、追手が来たらそん時はそん時、片付けるまで俺は何としても兄弟が死んだっちゅう話の真相を知りたい。わかりました。すまんの。何がですか。俺のわがままに付き合わせてしもて。そんな、刑務所でも雪山でも俺を助けてくれたのは兄貴じゃないですか。受けた恩、今度は俺がお返しする番なんですから。そんなこと気にしないでください。そうか、大きにな。それよりも兄貴、誘拐のヒントになりそうなもの、何か見つかりましたか。それなんやが、どうやって来た方に近づけばええんか、正直見当もつかん。そうですか。なんとか気づかれんように近づく方法を考えんとな。兄貴、俺思い出したことがあるんで、ちょっと出てきます。どうしたんや、急に。いや、大したことじゃありません。兄貴は先に休んでください。
おはようございます、兄貴。おう、帰ってたんよね。はい、遅くなってすいませんでした。さてと、これからどないしようか。今日はおそらく大変な騒ぎになると思います。何か必要なものがあれば今のうちに準備を済ませてしまいましょう。せやな。じゃあおのおの準備を済ませて昼前にここに集合ということで。わかった。兄貴、準備は済みましたか？ああ。それじゃあ。そやな。北方に近づく方法は会場近くまで行ってから考えようが。それなんですが、これから会場付近の警備はどんどん厳しくなると思います。兄貴、少しでも目立たないように別々に行きましょう。わかった。一人で無茶するんやないで、ババちゃん。わかってます。それじゃ俺は先に行きます。すみません、ちょっと手荷物拝見させていただいてもよろしいですか？予感的中だ。検問の手前で脇にそれると思って網を張ってた甲斐があったぜ。北方組のもんか？おうよ、網走から出てきたって聞いた時は耳を疑ったが、どうやら伝説の極道ってのもあながち嘘じゃねえみたいだな。親父に会って真島の敵討ちをしようって腹なんだろうが、そうはさせねえ。北方組は東条会なんかには負けねえってことを教えてやるよ。今何時？ああ、今何時か聞いとんのえ。11時半過ぎだ。そうか。ほな、のんびりしとる時間ないな。さっさと片付けて北方のとこまで行かせてもらうで。ふざけたこと抜かしやがって。もう二度と時間なんて気にしなくていいようにしてやるよ。やるよ。
兄貴、こっちです。大丈夫や。てこれが逆に目だ。そ、これでええよ。それじゃ。やるしかない。これで追ってくる奴らは全員倒しましたね。そうみたいやな。そやけどこいつらお前んこと容赦なしに襲ってきたな。いくら俺と行動を共にしてるからとはいえ、元は同じ組の人間やないか。ええ、実は俺もこいつらの顔知らないんですよ。きっと俺が無所に入ってからの10年の間に組に入った奴らなんでしょう。そうなんか。この10年の間に時代が変わったっていうか、もう本当に俺の居場所なんてないんだなって気がしますね。寂しいもんやな。さあ、それじゃあ行きましょう。こっちです。こないなとこに来てどないするつもりや。このマンホールから下水道に入ることができます。下水道？セレモニーの会場のちょうどステージとなってる場所にマンホールがあるんです。このマンホールをたどっていけばあそこに出られます。そこから直接北方の親父に接触するのがベストかと。よう調べたな。実は昔ガキの頃あそこの公園で遊んでた時に通ったことがあったのを思い出したんですよ。なるほどな。ほな行こうか。この上です。時間は？もう12時を過ぎています。オープニングセレモニーは始まっているはずです。頃合いやな。どないした？まさかここまで来ておじけづいたんとちゃうやろな。違いますよ。ただ親父に会ったら何を話そうかなと思って。そんなん今考えることちゃうで。まず誘拐成功させてからや。そうですよね。すいません兄貴。よし行こうか。